こんにちは。北海道教育大学函館校吹奏楽団団長の西崎さくら、副団長の伊藤さえ、高山結菜です。私たちは2月10日日曜日に春一番コンサート2019を開催。なんと2019年度課題曲を世界最速でお聞かせします。イエーイ。第1部は課題曲ステージと題しまして、2019年度の課題曲を披露。これからの練習次第で抜粋になるか全曲になるかご期待ください。第2部では吹奏楽の魅力と題しまして、当団の選抜メンバーで西村明作曲秘技に7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のためののほか、伝説的ロックバンドクイーンのボーカリストフレディ・マーキュリーを主人公とした現在上映中の大ヒット映画ボヘミアン・ラプソディからクイーン・グレイテスト・ヒッツなどをお送りいたします。会場は函館市芸術ホール、3時半開場、4時開演。チケットは前売り当日とも500円で、芸術ホールや団員から購入できるほか、ホームページから取り置きすることもできます。なお当日2時半開始予定で課題曲の公開リハーサルを開催します。当団の常任指揮者兼音楽監督三笠優也がユニークで分かりやすい解説を交えながら課題曲を仕上げてまいります。詳細はホームページをご覧ください。